ここは東京海浜病院。日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。赤塚さん、話というのは？北見くん、あなたとんでもないミスをしたそうね。ミスですか？現場で何かありましたか？でんでてんでんでんでんでてんどん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 でんでてんで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 SP を従えてすることじゃないでしょう。そうね、そうね。失礼、ちょっと緊迫感出していきましょう。昨日あなたが起こしたミスについて。私がですか？そうです。何のミスですか？北見くん、はい、あなた昨日、はい、ここにいる千秋さんの一局の先輩がいちいち仕事に口出してくるという愚痴に対して、はい、その先輩も良かれと思ってやってるんじゃないって言ったの覚えてる？はい、覚えてます。それミスです。え、な、千秋さんは何を求めていたのか分かってますか？何ですか？あなたにアドバイスを求めてたんじゃないっていうの分かってますか？何を求めてたんでしょうか？いや、何ですか？せーの、キャーキャー。何ですかそのポーズ。赤塚さん、今日この話をするために来たんですか？真面目な話。いやいや、口を聞いてほしい相手にアドバイスで返すのは明らかなミスです。いや、つまり現場のミス。現場のミス。MER のミスです。そして MER のミスは都知事である私のミスです。あ、そこはそう。つまり私が今ここですべきことは、いや、千秋さんに対して誠心誠意真心を込めてごめんね。なんて。SP さん、SP さん、ご飯か何か食べに行かれてもいいと思います。